では、今日のタイトルを確認しましょう。ルカの福音書九十二回神殿崩壊の予告。サブタイトル終末時代を生き延びる秘訣。ルカ二十一の五から三十六ですね。では、朗読お願いします。ルカの福音書第九十二回神殿崩壊の予告。終末時代を生き延びる秘訣。 ルカの福音書、二十一章、五節から三十六節。さて、宮が美しい石や奉納物で飾られている、と何人かが話していたので、イエスは言われた。あなた方が見ているこれらのものですが、どの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきます。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、それでは、 いつそのようなことが起こるのですかそれが起こる時の印はどのようなものですかイエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れて、私こそそのものだ、とか、時は近づいた、とか言います。そんな人たちの後について行ってはいけません。戦争や暴動のことを聞いても、 恐れてはいけません。まず、それらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐには来ないからです。それから、イエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。しかし、 これらのことすべてが起こる前に、人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。それはあなた方にとって証をする機会となります。ですから、どう弁明するかはあらかじめ考えない、と心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も、 対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからです。あなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにも裏切られます。中には殺される人もいます。また私の名のために全ての人に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一本も失われることはありません。あなた方は忍耐することによって 自分の命を勝ち取りなさい。しかし、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時には、その滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時、ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。都の中にいる人たちはそこから出て行きなさい。田舎にいる人たちは、都に入ってはいけません。書かれていることが全て成就する報復の日々だからです。 それらの日、身をもの女たちと血のみごを持つ女たちは哀れです。この地に大きな苦難があり、この民に身怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となって、あらゆる国の人々のところに連れて行かれ、違法人の時が満ちるまで、エルサレムは違法人に踏み荒らされます。それから、太陽と月と星に印が現れ、 地上では海と波が荒れどよめいて諸国の民が不安に陥って苦悩します。人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して恐ろしさのあまり気を失います。天のもろもろの力が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです。これらのことが起こり始めたら 身を起こし、頭を上げなさい。あなた方の贖がないが近づいているからです。それからイエスは人々にたとえを話された。一軸の木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見て、すでに夏が近いことがおのずからわかります。同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。 まことに、あなた方に言います。すべてのことが起こるまで、この時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。しかし、私の言葉は決して消え去ることがありません。あなた方の心が、宝刀や、深酒や、生活の重い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように、突然あなた方に望むことにならないように、よく気をつけなさい。 その日は、全地の表に住む全ての人に突然臨むのです。しかし、あなた方は、必ず起こるこれら全てのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈っていなさい。はい、とても長い箇所でしたけれども、しっかりと読んでいただいてありがとうございました。もう一度タイトルを確認しましょう。ウカの福音書92回 神殿崩壊の予告終末時代を生き延びる秘訣ルカ21-5から36ですねさあ今日のこの話ですけど終末論に関する話ですイエス様が教えてくださった終末論の話です終末論ははっきり言って難しいです一度学んだだけではなかなか身につかないんですそれで いろんな角度から何度も何度も繰り返して学ぶ必要があります今日は新しい角度から終末論について皆さんとご一緒に学んでみたいなと思っています今日の箇所とても長いんですけれどもこれを分解して説明するとかえって分かりにくくなるなと考えて長いですけれども1回でこれを カバーすることにいたしましまた普段よりはピッチを上げて進みたいと思いますので最後までよろしくお願いしたいと思います。では文脈の確認から入りましょう。文脈の確認。今どこにいるのか。エルサレム道の奉仕が続いています。19-28から21-38ですね。4つに分解しました。1番「勝利の入場」。2番「もろもろの教え」。 そしてここまで前回終わったんです。最後が貧しいやもめの献金の話でした。イエス様の諸々の教えが終わり、今日から新しいテーマに入ります。それや3番、神殿崩壊の予告。21の5から36。そしてこれが終わると4番目、まとめ。エルサレムでの奉仕のまとめが21の37、38。これは 次回取り上げたいいと思います今日は3番目に集中します。神殿崩壊の予告さあその内容を確認したいんですがちょっと今日の箇所の注目点をお話をしておきます。今日のこの箇所ですけれどこれはルカによるオリーブ山の説教ですマタイの福音書では「オリュブ山の説教」というのがたくさん出てきます。 まあ分量が多いんですねルカはこれをオリーブ山で語ったとは説明してないんです。でも実態はこの箇所はルカによるオリーブ山の説教です。つまり終末論に関する教えです。で今日の箇所まあ冒頭に申し上げますと優しくはないです。特に今から申し上げる区別を しっかりとつけておかないと大混乱に陥ります。陥ります。その区別とは何なのかというと、三つの印を区別しておきましょうということです。一番目が神殿崩壊の印。その次が再臨の印。三つ目が世の終わりの印。これを区別しましょう。だから今日の話を進めていく中で、この箇所は この印ですというのをしっかり説明しますので、区別があるんだということを今、心の準備として覚えていただきたいと思います。そこで、今日のアウトラインです。今日の箇所は5つに分割してお話をしたいと思っています。1番目が、教会時代の特徴、5節から9節2番、終わりの時代の印、10から19節 3番、神殿崩壊の印、20から24節。4番、再臨の印、25から33節。5番、霊的備え、34から36節。もう一度見てみますと、1番、教会時代の特徴。これは、まあ、イントロダクションのようなものだと考えてください。そして、終わりの時代の印、神殿崩壊の印、再臨の印と出てきて、最後が、 結論適用の部分です霊的備えこれが出てきますよイントロダクションがありポイントが3つあり最後結論に行きますよこれが今日のイエス様のお話の内容ですさあ今日の結論着地点今日はこの箇所からの適用を語りたいと思いますまあ、これが私たちにとってどういう意味があるのかということをしっかり確認したいと思いますね ではもう一度アウトラインに戻ってください。1から5まで、教会時代の特徴。2番、終わりの時代の印。3番、神殿崩壊の印。4番、祭臨の印。5番、霊的備え。この5区分で今日はお話をしたいと思います。結論です。結論は、この話の適用です。私たちの適用。これを考えたいと思います。さあ、イントロダクションこれで終わりました。 時間的には順調に進んでいると思います。今から本論に入っていきます。ご準備いいですか。行きますよ。Are you ready? はい、元気に応答してくださりありがとうございます。では今からイエスが語った預言について考えてみましょう。ローマ数字の1番目、教会時代の特徴5節から9節を見てみましょう。 教会時代の特徴はい5節6節さて宮が美しい石や奉納物で飾られていると何人かが話していたのでイエスは言われたあなた方が見ているこれらのものですがどの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきますはいこれが今日の話をイエス様された バックグラウンドになってますね五説を見てください人々は見張ってあるのは神殿のことですがそこでイエスがこの説教をされたわけです神殿は永遠に続くものではないいつか破壊される日がやってくるいやそれが間近に迫っているそれが 今日のイエス様の話の内容ですね。で、さっき申し上げたように、この、これから語られる内容は、オリビアまでの説教の内容と同じですが、その情報は省略されています。つまり、場所がオリビア山だったいうのは省略されているんです。ルカは、教えの継続性を重視しています。ただから、イエスが神殿にいるわけです。神殿の 婦人の庭まで入っっていったというのの前回の内容でしした教えを継続していいますということは今日のこの箇所はエルサレムでの奉仕の内容のクライマックスになってるんです。場所を移動させないでそのまま神殿の中での話として話が続いていくわけです。で今日の内容は弟子たちだけでなく全ての人に重要な 内容です六節でイエスがこう言われましたどの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきますつまり神殿が完全に破壊される日が来るということですねそれを聞いたら驚きますねそこで七節そこで彼らはイエスに尋ねた先生それではいつそのようなことが起こるのですか それが起こる時の印はどのようなものですかまあユダヤ人ですからね、印を求めてるわけですね。人々はイエスに、まあいわば当然の質問をしてるんです。先生、いつ起こるんですか印は何ですか知りたいわけですねで。これはそんなことはないでしょうという不信仰から出た質問ではありません。 彼らは心底驚いたんです。ということは、神殿が崩壊するっていうのは、ユダヤ教の終わりを意味するんです。まあ、過去の歴史を振り返ると、バビロン捕囚と似たようなことが起こるっていうことです。あの時も神殿が崩壊され、神殿が崩壊し、ユダヤ人たちがバビロンに引かれてきました。もし今見ている神殿が崩壊すれば、 それと同じようなこことが起こるんだそうなればこの世が終わり三国が到来するかもしれないという希望も実はあるわけですね。バビロン保守のようなことが起こるんだけれども神の超自然的な介入があって今生きているこの世が終わり三国が到来するかもしれない。だからそれが起こる印は何ですかという質問に。 なったわけですねさあそこでイエス様が答えます。八節九節イエスは言われた。さあここでちょっと立ち止まって考える必要があります。ここでイエスは神殿崩壊の話やその印について話しているんではなくて、まずイントロダクションとして、教会時代、これから教会が誕生するわけですが、教会時代を通して、 そこにある特徴を挙げます。もう一度言いますね。ここでイエスは神殿崩壊の印の話をしてるんじゃなくて、そこに行く前に教会時代の特徴を挙げてるんです。その特徴は何かというと、これです。私の名を名乗る者が大勢現れる。つまり、偽キリストが大勢現れる。これ教会時代の特徴です。それから、彼らは、 時は近づいたつまりキリストの再臨は近いと予言する。さらに戦争や暴動のことを聞く。つまり戦争や暴動が起こる。けれども終わりはすぐには来ない。つまり教会時代の特徴として偽キリストの出現。それから再臨の予告。それから戦争や暴動が起こる。こういったことは。 教会時代を通してずっと起こることであって、これらがあるから終わりがすぐに来るということではないんだということ。これがまずイエス様は言われたことです。教会時代の特徴ですね。これで一番目終わりました。二番目に行きます。二番目が終わりの時代の印ですね。じゃあ終わりの時代っていうのはどういう印を持ってくるのか。 その内容が10から19節で少し長いんですね。これを見てみましょう。10から11節見てみましょう。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、横暴に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。まず10、11を見てみましょう。注目すべきことは、 それからという言葉です。それから。ギリシャ語ではとてって言います。それからって、つまりここでテーマが変わってるんです。だからこれを終わりの時代の印のテーマに入っている証拠として確認しているわけです。これからイエスは別のテーマを取り上げます。先ほどは教会時代の特徴でした。これから別のテーマに入ります。つまり終わりの時代の印というテーマに入ります。 入るとということです終わりの時代の印というのは何なのかここでイエス様が挙げています。それは「民族は民族に国は国に敵対して立ち上がり」という言葉がありますがこれは地域戦争のことではないこれは世界戦争のことです。世界戦争のこと。ラビ用語で「民族は民族に国は国に敵対して立ち上がる」という言葉は「世界戦争」を意味しているんです。 すでに第一次大戦、第二次大戦が起こってます。つまり終わりの時代の印が起こってるって起こり始めてるということです。さらに大きな地震があります。もう世界的に大地震のニュースをあちこちから私たちは聞くような時代になりました。さらに方々に飢饉や疫病が起こる。もうこのことを私たちは実感してますね。さらにこれから先恐ろしい光景や 天からの大きな印が現れるこういったものが終わりの時代のしるしになるわけです。次節節から15節見てみましょうしかしこれらのこと全てが起こる前に人々はあなた方に手をかけて迫害し街道や牢に引き渡し私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。 それはあなた方にとって証しをする機会となります。ですから、どう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからです。はい。これが12から15でした。さあ、終わりの時代の印、世界戦争大きな地震。 飢饉や疫病、そして恐ろしい光景や天からの大きな印が来るということが語られましたが、この時代は観難が襲う時代でもあります。しかし観難期が来る前にイエスの弟子たちは迫害に遭うということがよく予告されます。つまりこれはイエス様が説教している時点から 再臨までの間に起こる迫害すべてが予告されているということです。その中には私たちも含まれているわけです。この説教の時点から再臨までの間に起こる迫害が予告されている。2種類の迫害があります。ユダヤ人たちによる迫害、それから違法人たちによる迫害、この2つの迫害が来るんだよ。しかし13節見てください。 それはあなた方にとって証をする機会となります。でもその迫害っていうのは証のチャンスになるんだ。だからどうしたらいいのか。事前に心配して弁明の言葉を考える必要はない。その時になれば必要な言葉と知恵はイエスと精霊によって与えられる。こういう約束がここで与えられてるわけです。そして事実。 使徒の働きを読んでみますと迫害がきますユダヤ人からの迫害異邦人からの迫害しかし使徒たちは尋問を受けたときに素晴らしい弁明をすることができました使徒の働きの中には多くの実例が出てくるんですイエス様が語られたこの段階から再臨までの間に迫害はコンスタントに やってくるこれがクリスチャンを取り巻く現実ですね。さらに迫害の話が続きます。16から19。あなた方は両親兄弟親族友人たちにも裏切られます。中には殺される人もいます。また私の名のために全ての人に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一本も失われることはありません。あなた方は忍耐することによって自分の命を 勝ち取りなさい。は先ほどはユダヤ人や違法人からやってくると言いましたがここでは家族や知人たちからも迫害がやってくるということが予言されますそして中には殉教の死を遂げる人も出てくるというわけですねしかしイエスの弟子はこの時に神の 守りを経験する神の守りを経験するこれは霊的守りだと解釈する人もいるんですね肉体的には殉教する人もいるっていうんですから守られてるのは霊的側面だけだ,だけだろうと解釈する人もいるんですおそらくそうではないと思います。ここはですね神が守っておられるつまり何が起ころうとも 神の許可なくしては何も起こらないという意味だというふうに解釈されると思いますね。これはとても重要なポイントですね。今、現実的に自分の予想外の迫害が来ている、試練が来ている、思わぬことが起こっている、どうしたんだろうかと戸惑っている方がおられるかもしれませんが、いかなる状況の中にあっても神様を驚かせるようなことは起こってないんです。 神の許可なくしては何も起こらないっていうところに立つんです。そうなんです。神の許可なくしては何も起こらないっていうことを受け止めたときに私たちは別の霊的な目で現状を眺めることができるようになります。そしてそのときに大事なのは何かというと忍耐です。あなた方は忍耐することによってとあります。 忍耐は永遠の報奨をもたらします。忍耐によって救いを得るわけではありません。救いは恵みと信仰によって得られるんですね。でも恵みと信仰によって救いを得た人に期待されているのは忍耐を持つことです。忍耐して耐え忍ぶときにそれは永遠の報奨をもたらすんだ。これが2番目の世の終わりの印ですね。 一番が神殿崩壊の印でした。二番が終わりの時代の印。さあ、次二十節から三番目。神殿崩壊の印に入りますね。まあ、これがもともとの質問だったわけです。これに答える前に、イエス様は教会時代の特徴について話をし、それから終わりの時代の印について話をされたんですね。ここから、 いよいよ神殿崩壊の印が始まります。20節見てみましょう。しかし、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。はい。ここでも接続し大事です。しかし、しかし、これはギリシャ語ではでっていう言葉です。でっていう言葉なんです。テーマが変わってるんです。イエスはここから もともとの質問にあったテーマですね。神殿崩壊の印は何かというと、軍隊に町が囲まれるということです。これはローマ軍によって包囲されるということですが、エルサレムが滅んだのは紀元70年なんです。でも、ローマ軍がエルサレムを包囲し始めた年は紀元68年です。 ただ紀元68年に神殿崩壊の印が与えられたんです。そしてローマ国内の政治的な状況があるので、一度は包囲を解いて本国に帰って再びやってきて紀元70年にエルサレムが滅びるわけです。紀元68年、ローマ軍がエルサレムを包囲した時に神殿崩壊の印がここで与えられた。その時に 滅亡が近づいたことを悟りなさいイエス・キリストを信じるユダヤ人たちメシアシクジューたちはこの言葉を信じたんです次21二22節。その時ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい都の中にいる人たちはそこから出て行きなさい田舎にいる人たちは都に入ってはいけません書かれていることがすべて成就する報復の日々だからです はいこれが2122です。その時に何をしたらいいのか。ユダヤ人たちは都から遠ざかるように命じられたんです。都の中にいる人は都から出るように。田舎にいる人は都に入っちゃいけない。遠ざかりなさい。山へ逃げなさいっていわけです。この時代の戦争っていうのは普通は普段は一般人は城の外で 農業を営みながら生活してるんです。戦争が起こると、城の中に逃げてくるんです。城壁の中に逃げてくるんですが、ここでは正反対のことが命じられています。敵が攻めてきたからといって、城壁の中に逃げ込むんじゃないんだ。むしろ、外に逃れなさい。町から離れなさい。これがここでの命令ですね。なぜかというと、エルサレムに、 神の裁きが下ろうとしているからですそれが報復の日々という言葉で表現されています。神の裁きがエルサレムに下ろうとしている。だから町から逃げなさい。ここでイエスは紀元70年のエルサレム崩壊を予言されたわけですね。ダニエル書9-26でもこういう予言があります。ちょっと見てみましょう。ダニエル9-26ですね。 その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。次に来る君主の民が都と政治を破壊する。その終わりには洪水が伴い、戦いの終わりまで後輩が定められている。はい、特にここですね。次に来る君主の民が都と政治を破壊する。これはローマ軍のことです。次に来る君主の民、次に来る君主というのは、 反キリストのことです。反キリストの民。逆に言うと、反キリストっていうのは、ローマ系の人物から、婦人から生まれる人物だということが、ここからわかるわけです。ローマ軍が都と政治を破壊するという意味が、すでにダニエルによって与えられてるわけです。さっきの21、22に戻ってください。 エルサレム崩壊の神殿崩壊の印が与えられた時に何をしたらいいのか逃げるんです。街を、都を出て逃げていくわけです。初代教会の信者たち、メッシャー肉汁たちはこの時にこの言葉を覚えていて逃げました。ヨルダン川の東側、東岸のペラという町に彼らは避難しました。 ですから、メシアニクジューの中で、紀元70年に殺された人は一人も出なかったわけですね。この通りのことが実現しました。次、23、24節。ローマ軍がエルサレムを包囲した時ですね。それらの日、身を物女たちと血の身を持つ女たちは哀れです。この地に大きな苦難があり、このために身怒りが望むからです。人々は剣の葉に倒れ、捕虜となって、 あらゆる国の人々のところに連れて行かれ、違法人の時が満ちるまで、エルサレムは違法人に踏み荒らされます。なかなか難しい予言です。今から解説します。エルサレム崩壊の日が、いかに悲惨な日になるかということが、ここで予告されているわけです。逃げるにしても、身重の女や血の身を抱えた女は大変なことに。 大変な苦難に遭遇するということが予告されます。エルサレム崩壊の日は全てのユダヤ人にとって苦難の日となる。彼らは戦死します。彼らは捕虜となります。彼らは他国に連行されます。ユダヤ人の歴史家のヨセフスという人がいますが彼がこういう記録を残してるんですね。この時の時戦死者は110万人 さらに捕虜になった人が9万7000人。エルサレムは崩壊し、悲惨な状況は訪れるんだ。そしてエルサレムが違法人に支配されるこの状況はいつまで続くのか。はい、次24節見て。違法人の時が満ちるまでエルサレムは違法人に生み荒らされます。ここでのキーワードは違法人の時。 というキーワードですね。違法人の時というのは別な言い方をすると、違法人がエルサレムを支配している時代です。それを違法人の時というんです。もう一度定義しますと、違法人がエルサレムを支配している時代を違法人の時というんです。いつから始まったのか。バビロンのネブカド・ネツァルがエルサレムを征服しました。紀元前586年。 紀元前586年にバビロンがエルサレムを征服して以降、違法人の時に入ってるんです。今もイスラエルはエルサレムを完全には所有してません。この違法人の時の状態はキリストの再臨まで続くんです。ということは今も違法人の時は続いている。だから紀元70年の 崩壊以降、違法人の時が今に至るまでも続いてるんだ。違法人の時の始まりは紀元前586年。それ以降、ずっと70年の時も含めて違法人の時が続いているということです。ということは、こういう終末論に関する教えを読んでる時に、これは極めて現代的なレッスン、教訓を私たちは学んでいるということですね。これが、 神殿崩壊の印です敵が町を包囲した時に神殿崩壊が近いから山へ逃げなさい。彼らはメシアジューたちはヨルダン川の東のペラに逃げたということですね。で今日の4番目のポイント「サイリンの印に入りましょう。25節から33節はい25節。それから 太陽と月と星に印が現れ、地上では海と波が荒れでおよいて、諸国の民が不安に陥って苦悩します。人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して、恐ろしさのあまり気を失います。天の諸々,諸々の力が揺り動かされるからです。はい、25節に帰ってください。ここから再臨の印に入ります。 ここでも冒頭の言葉は大事ですね。新海約2017年の訳はそれからになっています。ギリシャ語では回という言葉、アンドという言葉です。それから。これもテーマが新しいテーマに入ったことを示しています、ね。ここからイエスは再臨の印、つまり再臨の前に現れる印に言及します。 先ほど異邦人の時は再臨まで続くって話をしました。異邦人の時が終わる直前に何が起こるか、あるいは再臨が起こる直前に何が起こるかというと観難期です。様々な災害が地上を襲います。ここでは全世界を襲う観難が予告されています。天変地異が起こります。 太陽と月と星に印が現れて、海上では海と波が荒れでうめいて,って、そういうこと。天変地異が起こるんだ。これは、異邦人の時が終わる直前、あるいは再臨の直前の観難期の状態ですね。そして諸国の民が不安に陥って苦悩する。それを見て、諸国の民は不安に襲われる。人々は不安と絶望に襲われる。 そして次に何が起こるかというと、再臨です。27、28。その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです。これらのことが起こり始めたら、身を起こし、頭を上げなさい。あなた方の贖がないが近づいているからです。27、28。さあ、再臨ですが、最悪の 状況を迎えたときに、つまり観難期は最悪の状況になったときに、人の子の再臨が起こるんです。人の子っていうのはメシアのことです。キリストのことです。このとき人々は社会なグローリーとともに、つまり栄光とともに来られるメシアを目撃するようになります。これらのことが起こり始めたらっていうのは、つまり観難が襲い始めたら、 メシア的王国が近い、サイリンと三国が近いことを思い出すべきである。身を起こし、頭を上げなさいっていうのは希望を表明することです。うなだれていないで、希望を表明して、しっかりと立ちなさいっていう励ましの言葉ですね。これがここでの内容です。さらに29から31で、 イエス様は人々に励ましの言葉を語りますそれからイエスは人々に例えを話された「一ちじの木はべての木を見なさい」「木の芽が出るとそれを見てすでに夏が近いことがおのずからわかります」「同じようにこれらのことが起こるのを見たらあなた方は神の国が近いことを知りなさい」はい29に戻ってください 一軸の木は全ての木を見なさいってあります。これは一軸の木の例え、あるいは木の芽の例えと言ってもいいでしょう。ここで教えられているポイントは、春になって木の芽が出ると、次は夏が近いことがわかるんだ。つまり、木の芽っていうのは夏が近いことの印なんです。印、夏が近いことを示す印。 それが分かるよっていうことです。それと同じようにイエスがこれまで挙げてきた数々の困難というのは印なんです。何の印かというと神の国が近いことの印です。一ちの木や他の木の芽は夏が近いことの印。イエスが挙げた数々の困難は神の国が近いことの印です。教会は ますます栄え、やがて地上に広がり、それによって普遍的な平和が広がるというような未来像を描いている方もいるんですが、聖書の教えは違いますね。聖書の教えは世の中はどんどん暗くなっていくんだ。世の中は艱難に満ち満ちるような状態になっていくんだ。けれどもそれは絶望する材料ではないんだ。それは やがて再臨が起こり、神の国が来ることの印なんだから、顔を上げ、胸を張って、希望を告白しなさい。これが聖書の教えです。次、32、33。誠にあなた方に言います。すべてのことが起こるまで、この時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。しかし、私の言葉は決して消え去ることがありません。はい。難しい。 内容が連続して出て出きまますねことにあなた方に言いますとイエス様は言われましたということはこれは強調してるんですこのことは確実に起こるということですイエスが予言したことは必ず成就するという意味ですでここで難しい言葉はこの時代が過ぎ去ることは決してありませんという言葉ですこの時代っていうのはどういうことなのか、まあ、普通読むとですね 普通、ううパッと考えられるのは今の時代ということですね。今の時代が過ぎ去ることは決してありませんというふうに読んじゃうんですけど、この時代という訳が正しいのかどうか疑問です。うん、というのは、これは英語で言うと、この時代っていうのは this generation なんです。この世代っていう意味なんです。だからこの世代が過ぎ去ることは決してありません。 つまり、すべてのことが起こるまで、この内容は、イエス様言われた、あらゆる困難が全部起こるまでは、この世代は推し去ることはないんだということ。そこから出てくる最も自然な解釈は、その時代に生きている人々のことですよ。ただ、困難について、イエス様は語ってこられました。後で確認してくださいね。25節では、 寒難期に天変地異を目撃する人が出るんだ。寒難期に天変地異を目撃するユダヤ人たちのことです。つまり、この時代が過ぎ去ることはないっていうのは、いかなる寒難が襲ってきても、その時代に寒難を目撃するユダヤ人たちが滅びることはないという約束なんです。寒難期に天変地異を目撃するユダヤ人が滅びることはない。ユダヤ民族が滅びることはない。 決してありません。これ、決してありません。だな、強い否定です。ここで、観南期にあっても、ユダヤ民族は守られるという約束が、イエス様から与えられているわけです。さあ、ここまで、複雑な内容、四つ取り上げてきましたね。そこで、五番目。今日の説教の適用みたいな箇所が出てきます。それが、霊的備え 3435 34見てみましょう。あなた方の心が法灯や深酒や生活の大い患いで押しつぶされていてその日が罠のように突然あなた方に望むことにならないようによく気をつけなさいその日は全地の表に住む全ての人に突然望むのです。これも難しいです。弟子たちへの警告です。 これは当時生きていた弟子たちへの警告です。と同時に、すべての時代の弟子たち、信者たちへの警告でもあります。どうしうかというと、イエス様はこの話をしている時から再臨までの間に生きるすべての弟子たちに迫害がやってくるからです。から、うっかりすると、なかなか 主のサイリンがないって言うんで日常生活にとっぷりつかり気がつくと大刀や深酒や生活の重い煩いで押しつぶされそうになる人も出てくるわけですねそうならないように注意しなさいよく気をつけなさい突然その日が罠のように突然あなた方に望むことにならないようにこのその日というのは何なのかその日というのはこれエルサレム 崩壊の日ではなくて、景気の日ですね。あるいは、神の国の到来というふうに、広く考えてもいいかもしれません。まあ、突然望むっていうんですから、私はこれを狭く、景気の日と解釈してみます。全地の表に住むすべての人に突然望むんです。霊的関心がなくなるっていうのは非常に危険なことです。そうなると、その日は罠のように、 突然人々に望むようになるからです。だから気をつけなさいとイエス様は言われたわけです。36節しかしあなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。忍耐しいつも目を覚まして祈っていなさい。つまり人の子の前に立つ。 キリストの前に立つが来るっていうことを常に覚えて霊的生活を維持する必要があるっていうことです。目を覚ましていなさいっていうのは霊的に目を覚ました状態を維持することです。祈っていなさい。祈りは霊的力をもたらすんです。祈りは霊的力を保持する秘訣ですね。さあ、ここまでで 定的さない。5番目のポイントが終わりました今日は非常に複雑でしたもう一度振り返ってみましょうね今日のポイントはまず教会時代を通して存在する特徴ですねこれが1番目でした2番目が世の終わりの印でした3番目がエルサレム 崩壊、神殿崩壊の印でした。そして4番目が再臨の印でした。そして最後に霊的備えが語られました。この流れ、印を区別して、この流れをフォローしながら何度も聖書にマークをしてもいいですから読み返してみてください。イエス様が教えておられる終末論の構造が 骨格とともにしっかりと浮かび上がってくると思いますね。さあ、では今日のメッセージの結論に行きましょう。適応ですね。今日はちょっと別の角度から適応を考えたいと思います。一番目、ルカの福音書の最初の読者たち。これについて考えてみる。ルカの福音書の最初の読者たちが この説教を読んだ時に何を感じたのか。それを確認してみましょう。はい。一番目。彼らはペントコステとエルサレム崩壊の間の時代に来ていた。つまり、紀元70年にエルサレムが崩壊しますけれど、エルサレムが崩壊したことを体験している人が、はい、二番。多くいたはずです。 その後彼らの多くがエルサレム崩壊を体験した、はい。エルサレム崩壊前にルカの福音書のこのメッセージを読んだ人もいるでしょうけどその後崩壊してこの時代初期の読者の多くがエルサレム崩壊を体験しているわけです。つまりエルサレム崩壊の印が与えられてその通りになったということを知っている人が多く出たということです。3番目 その体験によって彼らはそれ以外の予言も成就するという確信に導かれた。それ以外の予言というのは何なのかというと、世の終わりの印、再臨の印、あるいは教会時代を貫いて存在する特徴、こういったことも成就するに違いないという確信に導かれたんです。まあ、体験したことは強いですね。体験によってさらに イエスの言葉に対する信頼を増し加えたんです。で4番目彼らにとっては霊的備えは現実の課題であったつまり霊的に目を覚ましていなさい気をつけなさいとイエス様は言われた突如その日が来るんだだから彼らにとってはその教え霊的に備えをするという教えはこれは現実の課題だったんです。 語られたことがその通りになった。それいえ、まだ成就していないこともその通りになるに違いないという課題を持って彼らは生きることができたわけですね。これがルカの福音書の最初の読者たちの適用です。次。2番目。エルサレム崩壊と観南期の間の信者。これを見てみましょう。 紀元70年にエルサレムが崩壊しました。そしてその時代に生きていた人が死んで、第二世代、第三世代の信者が生まれ、今に至ってるわけです。エルサレム崩壊と観難期の間の信者。はい、これを見てみましょう。エルサレム崩壊と観難期の間にはおよそ2000年の隔たりがある。エルサレム崩壊が紀元70年です。2000年経つと、 2070年になるんです。あと50年弱でそこに到達しようとしていますおよそ2000年の隔たりがあるわけです。そして2番、新約聖書の予言によれば、観覧期が来る前に敬虚があるんだと、今日は敬虚の話も取り上げました。敬虚っていうのは、教会が別の言い方をすると、誠の信者たちが すべて天に上げられる地上から教会が天に上げられることを敬虚と言うんですが、観覧期の前に敬虚があるんだ。はい。そしてイエスは敬虚を前提に霊的備えの進めを説いた。先ほど突如襲うんだから目を覚ましていなさいって敬虚を前提に霊的備えを進めているわけです。ね。イエスだけではない。 次、4番目。パウロも、景気を前提に、霊的備えのめを説いたんです。こういう箇所を、後で確認してください。ローマ13の13、ガラテア5の21、エペソ5の18、そして何よりも、第一テサロニケ5の4から11、および17です。パウロも景気を前提に、霊的備えを説いたんですね。私たちは今、 この時代に来ています。二番目ですね。エルサレム崩壊と観覧期の間の信者の中に私たちも含まれてるんです。二千年の隔たりがあるその中に私たちも入ってるんです。次に起こるのは何かというと、敬虚なんです。それを前提に、霊的備えをしなさい。忍耐を持って励みなさい。顔を上に上げ、胸を張って立ち上がりなさい。これが今日私たちに与えられているメッセージです。 ですから、イエス様の2000年前のオリビアの説教は、歴史的な話として捉えるんじゃなくて、今語られている教えとして捉える必要があります。次、3番目のグループ。敬虚以降に信じる者。これ、敬虚以降に信じる者って、私たちはもう地上にいませんからね。敬虚が起こって以降、どういう人たちなのか。はい。 彼らは、景虚に預かることができないで地上で生活をするんです。彼らは観難期を通過します。その観難期の間に彼らはキリストを信じたんです。これ命がけですねも。大変な観難を通って信仰に導かれたんです。その2番、彼らにはより真剣な霊的備えが必要である。 観覧期を通過してるんですよ。その中で真剣な信仰を持って信じたんですが、そこで終わるんじゃないんです。時代が観覧期であるがゆえに、彼らにはより真剣な霊的備えが必要となるんです。なぜかというと、観覧期に入っていると分かるんです。再臨が数年後に迫っていることが分かるんです。二番目のグループである私たちはいつ景気が来るか分かりません。 だから備えをしておく必要があるんです。霊居以降に信じる人たち観覧期に信じる人たちはそうではないんです。がが数年後に迫っているのがわかるのかんですだから命がけで霊的備えをしなければいけないということですね。このように3つの読者グループに分けましたね。ルカの福音書の最初の読者たち。彼らは現実に エルサレムが崩壊したことを体験し、その体験の上に残りの言も成就するという認識を持った人たち、彼らにとっては霊的備えは現実の課題であったということ。二番目のグループは、エルサレム崩壊と観難期の間の信者、二千年間の間の信者で、私たちもこうに含まれています。私たちは今、景況がいつ起こってもおかしくない時代に生きています。それゆえ、霊的備えが必要なんです。三番目が、景況以降、 つまり観難期の間に信じる人たち、命がけの信仰を持った人たちです。彼らは数年後に再臨があることを知ってます。それゆえ、より真剣な霊的備えをする必要があるんです。どの時代に生きている人にも今日のイエス様のメッセージは重要な意味を持って迫ってくるんです。世の終わりは近いです。けれども、世の中が暗くなればなるほど私たちは顔を 神に向けて胸を張って希望を告白することができますイエス・キリストによって永遠の命が与えられているということ守られているということなんと幸いなことでありませんか祈りましょう天の父なる神様今日適用のところであらゆる時代の人たちが 霊的備えをする必要があるということを確認させていただきました。私たちに関しては、敬虚の時が近づいています。いつ、いかなる状況で敬虚が起こるかは分かりません。しかし、近いことは分かります。日々、霊的に眠るのではなく、目を覚まして、祈りを持って、その日に備えることができますように、一人一人を整えてください。 毎週当然のように公開メッセージを語りそれを発信させていただいておりますこのことが当然ではなくなる日が来ることを覚え心が引き締まる思いがいたしますどうか最後まであなたに忠実なしもべとして会いましてください主イエスキリストの皆によってお願いしますアーメン はい、ありがとうございました。